ピヨリン、オッケー。よし、行くで。イエチューナイスです。どうやったの？イエチュー！いやいや、荒振りすぎ、荒振りすぎ、荒振りすぎだから。ってことで？ってことで、はい、まあ、やってまいりました。はい。ってことで、ね、今日は、うん、ドン、グローバル、あ、違う、ホリデー大会か、今回。そうだね。ホリデー大会なんですけど、うんうん、まあ、これのね、あれです。まあ、美川さんが動画に上げてた、うん、ホリデー大会、おすすめ無双デッキ。うん、まあ、ゴレなんですけど、まあ、それはね、俺がまあ、このゴレ、前にもね、ちょっとまあ、初心者に優しいゴレみたいな感じで紹介したんですけど、はいはいはい、まあ、このゴレね、みかんさんが、まあ、結構トロ6300ぐらいは、とか行ったり、最後6連勝ぐらいしてるね。ね、めっちゃ連勝したね、うん、その時。負けないから、基本的に。ね、しかも、ダブルエリクサーだと余計強いっていう。そうだな。ね、まあ、常に、初手結ゴレとかも普通にあるよ、ね。全然ダブルエリクサーのする。だよね。うん。ということで、行きたいと思います。OK です。俺がこれ使ってて、まだ動画にして言ってないんだけど、注意すべき敵はラバ、うん。ラバなんだ。ラバ。ラバだ。ペッカとかじゃないんだ。ペッカ全然勝てる。まあ、とりあえずこれ、どっちどうするとりあえずちょっと見る。どっちもあ、で、もうケツゴレでいい。ホグ見た後だし。オッケー。あ、いい、いい。まあ、こんなにね、全然。くれてやる。2発ぐらい言うてた。よいしょ。オッケーオッケー。で、リリットの付け方なんだけど、うん、ここはどうする？爆音出して、コウモリ製造機。コウモリ製造機。はい。で、出して敵のユニット見て後出しかな、うん。で、とりあえずポイズン一緒に打たれたらだるいからビビドラから出してって。出して、うん、これポイズン打っちゃう。あー、手前にしてでもよかったね。いや、どっちでもいい。あ、OK、ライトニングなのは当たったのでかい。もう追加、追加フィギュアだね。追加だ。全然、そんなんどうでもいいな。これ消すこれか。消すこれ、もう一回。絶対何もできんから。あー、だる。いや、別によくない。よいしょ。ワンちゃんの。まあ、トルネだな。トルネの方がいいから、モテキラン？あ、モテキ。で、後ろにタルババぶん投げて、よいしょ。ああ、おいしい。オッケー。ベビちゃん。ベビトラはね、ライトニングにも耐えるから、トリマつけとけばいいみたいなね。ああ、そうなんだ。これもうスケルトンで一生ペッカ。スケルトンで、ね。スケラ完成した。これもう何もできん。もう一回ケツゴレ。もう一回ケツゴレ。これ以上光栄足しても意味ねえなってと思ったら、ここはエリアド取ってるときはケツゴレする。なるほどね。うん。そう、俺はさ、結構端前とか行きたくなっちゃうんだけどさ、うん、だからみかんさんも削ってるし、これ適当に墓石置いて手札回して OK で、ダクネコウモリ製造機して、で、これゴレ、はいはい、これは別にいいか、ベビーって付けに足すだけでいい。で、なんか出た瞬間に、まだ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 、うん、なんか出た瞬間にみたいな。この前教えた秘伝のタレがあるから、こっちに。あー、まあポイズンでいいか。うん、とりあえず、いや、ケツゴレでよくね、なんもできんやん。ほぐ短期ぐらいしかできん、来てん。あ、これ、ペッカに投げられちゃう。よいしょ。OK。さあさあさあ、秘伝のタレを使う。秘伝のタレを使うときが来た。これで、うん。さっき教えたんだよ、ライキーと。じゃあ、まず、トルネで自分の陣地に持っていくんだよな。先か。そう。で、ゴレの背中に来たあたりで、おーい、お前、墓石。じゃあ、これ。あー、まあ、これ。これ、ってんなら。まあまあまあ。まあ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 。そう、やりたいことは、ゴレから墓石にタゲを変えて一生ペッカを遊ばせるっていう。やばい。いや、これ、始まりでいいな、これで。割りたくね？いや、全然、ライトニングだったら、ここは、ペッカ出してライトニング打てないから、うん、とりあえずもう適当にビビドラ出すとか。離したらいいよ。まあ、離してもいいし、適当に超えた方がうざいな。ベビドラとか、出した方が多分うざい。ライトニング。あ、そっか、取れないの書いて。あー。いや、全然、ポイント持って削る。基本的にゴレバックとポイズンでペッカやったら削り見えたから、これいったね。オッケー。よしよしよし。まあ、とりあえずね、そうそうそう、この相手にはこの勝ち方っていうのがあるから、それをね、割と見つけるのが大事みたいなのがあるよね。そうそうそう。例えば、高回転系のデッキだったら、うん、形を組んで一発で持っていくとか。むずいんだよな、高回転相手もさ、うん、割とむずくて。うん。なんか置いた機体も作るまでがね。うん、そう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 。割と、やっぱり、なんか相性はいいんだろうけど、結構攻められてたまに負けちゃったりして、むずいね。ペッカもちろんダブルエレクサーだから多いだろうから、うん、もうケツゴレでいいと思うけどな、俺。よいしょ。うん、別に怖くない。何言ったの？あ、ペッカだ。全然怖くない。適当にメガを出して、うん、で、ベビドラ出してって感じかな。ダクネよりベビドラ？うん、ライトニング打たれたら飛んじゃうから。
とりあえずベビーちゃん、うん、とりあえずベビーつけとけば大丈夫。ベビーちゃん出してポイズン、ポイズンだね。オッケー、ファイバーだ、ファイバー大きいね。オッケー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 。これうーん、まあ、まあ、明日方が良かったか。いや、いいよ、ケツからダクネか宝石置いて。あ、そうだ、ダクネからので、どっちでもいいけど、サイクルがちょうどできてたから。あー、この樽はもったいないな。これさ、あ、やばいやばいやばい、エリア触れてる。それで吸っちゃった方がいいかな。いや、もったいない。次からそれでもいいな。手前に全部吸って、ここポイズン打って、まだこれ出さなくていいな。出さないんだ。うん、まだ出さない。でも適当に今これバーンって落ちそうになったけど。いや、これ出してからポイズン打ってたら、それネクロペッカに普通にしばかれるから、これタルババ打って、これは別に、おいしい、おいしいな。で、ここでやっとゴレ出せるな。そこだ、そこそこそこ、いいね、そこだね。いいね、いいね、いいね。よし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 。で、ここにファイボーっても、ラクネ飛ばない、適当にあと足して、手前にこういうユニット吸いつつタルババかな。あー、でもタルババねえや。まあ、ないならいいや。OK。OKOK。ネクロがあると、うん、どうしても、なんだろ、ネクロとかビズがあると、うん、ゴレダクネの形を組むときに、うん、そのぴったりくっつけちゃうと、一緒に食らっちゃう。その前の教えた迫撃と一緒なんだよね。迫撃の弾とか、範囲攻撃の敵がいるときは、うん、ゴレダクネ組むとき、コウモリとゴレを少し離してあげると、コウモリとゴレね。じゃあ、ダクネとゴレを離してあげると、少しでも、そのこっちのユニットが生き残るっていう。それがまたね、そうそう、コウモリ製造機。そうそうそう、それそれそれ。なるほどね。これも諦めたな。エリア触れてるって。よいしょ。オッケー。オッケーオッケー。あと適当。適当すぎんか。さじ5分も適当。いや、やめろやめろやめろ。やめろ。よし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 。オッケーオッケーオッケー。おいおいおい。結構順調にね、サンクラも多くて、楽だね、これは。いいね。うん。やっぱり、考えるっちゃ考えるけどね、うん、この手もそんな忙しいわけでもないし、そうそうそう。やっと楽だね。ちゃんとやれば本当に負けがないと思う。自分がミスったぐらいしか負けんから、あと試合の展開を2人、なるほどね。間違えたとか。おっ、まあ、美味しいな。スターポイント美味しいな。スターポイント美味しい。すぐスターポイント割と溜まるよね。ね、溜まる。全カード完成させたい早く。スターポイントで。これ全部スターポイントになる。新カード以外。こういう時はとりあえず墓石中心に置いて、1個高めだな。そう。ここ？そう。僕逆に来ても、スレル1の。それだったらね、1個低めでもいい。そうそう、いいんだけど。で、手札回して。何も来ないな。何も来ないな、手札回して。なんかこう、これ、うん、いや、ちゃうか。ベビドラの方がいいな。そうだね、安全。安牌だね。安全ベビドラしといた方がいいな。ポエポイとタルババ。ネクロマンサーはタルババとポイズンで死ぬから、これだ、OK。これは、ケツか？ケツこれ。このベビに絶対対応してくるから、それもこっちで自陣で受けると、うん。そう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 、ちょうどいい。ね、これでダクネ後ろからコウモリ製造機、ネクロいるから、後ろからコウモリ製造機で組んで、はいはい、ベビドラプラスのトルネプラスタルババで全部ぶち転がせるから。あと2枚だな、タルババ。大丈夫、ベビか打ってトルネで手前に引く。おや？これも全部トルネに引いちゃう。いいでしょ。これが強いんだよね。ゴレがタゲ取ってからのこのタルババが無双するっていう。そうですよ。いや、ケツゴレでよかったか。いや、まあそれでもいい。どうせポイズン打たないとビーズ生き残ってきたから、まあ、そうだ、どうせだるかった。よいしょ、ちょうどいい、ちょうどいい、ほどよい、ほどよい。で、これをで、穴掘りもこれで出せる、ね、としてプリンス穴掘りやな。まあこれダクネでいいな、はい、このコース。おお、オッケーオッケー、それだけで受けそうだな。オッケー、ダップってきたらトルネだったな。うん、オッケー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 。で、メガゴつけ、をつけて、でもう一枚来たらトルネタルババとか。そうそうそう、なるほど。おやおやおや、オッケー、タルババでもいいし、オッケー、そうそうそう、手前に引いてタルババ当てると、うん、ゴレから敵のユニットが離れるし、なおかつ、ね、早めに処理ができるっていう。こっちの後衛ユニットとタルババのダメージと、ババのダメージとトルネで、あっちまで敵の攻撃が解ける。それな、それ。いいや、これで。ちょっと新切り入らなぁ。入らないんかぁ。入らない。オッケー、余裕。キングいったな。キングいった。オッケー、もう一度行こう。よし、オッケー。おかわり、おかわり。おかわり。早いな。早い。序盤とかサンクラ取るとほんと楽。いいね、いいね。これで、誰でも20勝プレイヤーになれるな。今回12勝だけどね。12勝で、そうそう。おい、やばくね、ウルトラ。めっちゃ来る、めっちゃ来る、さっきから。運がいい。ラム、これ、ラム。感想？ラムちゃん。カンスト全部カンストだね。
ラムちゃんってあれ、ジャイゴブ。ラムちゃんって知ってる？知ってる。あんまりそわそわしないで。あ、それはわかんないと思う。ラムのラブソング知らない。世代じゃない。それは世代じゃない。それは世代じゃないかもしれない。嘘でしょ。もしかしたら。嘘でしょ。俺がラムちゃんは知ってるのは、うんうん、あれ。モデルの、モデルのラムちゃん。あ、それこそ知らねえわ。角生えてて、虎柄のパなんか下着つけてるラムちゃん知らない？ポイズン。スパーキー相手の時は、うん、大江ポイズンされるのがスパーキー側からしたら一番みたい。これでしょ、やっちゃうかな。あと適当に目顔を出すだけで勝手に解けるから。出さなくても解けるな。まあまあ。これはもう一回。もう一回墓石だね。そうそう。そのいつも墓石置くときキングタワーの3個上に逆サイドでジャイするとかやると思うんだけど、うん、ジャイはその来るサイドの方だったら、まあ2個でもね、そうキングタワー2個上だったら同サイドの墓石で受けれるって、ちょっと待って解説したわ。やばいちょっとやばい。それベミの試しで OK。 危ねえ墓石。うん、楽だね。メガゴが優秀。メガゴ優秀。これで、でケツゴレしたら絶対スパーキー焦られるから、ベビドラから行って、何かしら防衛したタイミングで端前とかで行きたいな。お席置いて、来ないな。お席置いて、竹取ってから取って。オッケー。これダクネ、じゃあメガゴから出して、ここむずい。ここむずい。ここはケツゴレでやることがこれしかない。だよな、うん。これであとここの防衛どうするか。多分ガゴメレを焚いてくるんで、ベビドラがないから。そうだね。だから防衛っぽい。オッケー。防衛っぽいして。スパーキー側の一番やられたようなことはボヤっぽい。ベビドラ置いて、本当にウィザード多分この辺に来ると思うんだ。俺のやつ来ない。これであと右の方勝手に形決めそうだから、形決めるね。よいしょ。これでいける。あと空を足すだけ。敵のスパーキーがあれだから空を足すだけ。あとダゴメレがワンジャン来るから危ない危ない。 OK。 そのジャイは美味しいな。いやこれちゃんと溶かせれば、あー、こうこうだな。そうだね。ファルチェとかもそこの位置なんだよな。いや、それでか？いや、いらない。いいか。いや、わかんない。わかんない。微妙なの。結果から言うと、いるかもしれない。あー、やばいやばい、これ壊される。やばい。これやばい、これやばいな。ここだな、勝負。逆サイドのエリバも警戒したい。これ取れないです。でもいいし。吸えるかな？いいですよ。吸えるんだ。やばい、大丈夫、全然大丈夫。 OK。 で、スケルトン部隊が来る。これ、あー、まあいいや、遅い、もう遅いからいいや。ここで試合作ろう、もう一回。ここで、後ろがメガゴ。メガゴ、空で、ひたすら空で。で、空を重ねるとウィザードが来るから、そうか、うん、こうポイして、ウィザード消えるタイミングでビビドラ出して、そこで端前ゴレしたい。 OK、絶対ジャイが来るから、ウィザード消えるタイミングでビビで、おーし、よしやばい！いや、ああ、焦ってしまった。もったいね。墓石左向きとかでいいな。左向き。で、メガを出して、もう一回メガを出して、そうかな。で、ラクネ出して、ビビ出して、やばい、入る。やばい。ポッピー。いやー、いらんかった説しかない。あ、いや。やばい。ガチでやばい。ちょっとやばいな。ちょっとやばくない？やばい。マジでやばい。あ、ごめん、来そうな気がする。いやー、死んだ。あーんど。あ、じゃあね、まだ。よし。大きい呪文ないよね。ない、ザップしかないから。まだ作れる、作れる。こっちでいいよね。うん、メガゴ出して、待て、まだワンチャンある、出して、ポイズンが遅いな。やばい、それはまずいな。よいしょ。ああ。怖すぎる。これしかない。それでザップ打たれるよ。じゃあ打ったばっかだ。どっちみちビズ出したから OK。
結果だったな。あれ重なってる。オッケー、美味しい、それ美味しい。これこれ、これ出して締めかけるしかない。これ美味しいな。よいしょ、オッケー出して、オッケーオッケーオッケー。石だな、これ必要だな。ザップで削られてる。いや全然、あとザップ3回だから8枚ぐらいでよくね、これ。うん、それしかない、ワンチャン。しかも敵今エリ使ったからさ、入れ倒しか出せんから。エビドラメガホー取るで間に合うか。ショー、やべ、あでもそれしかないな、ワンチャン今のは。自力じゃね、ずっと勝負してば。そうなんだよね、うん、くそ、テンパったな、テンパった。マジで。マジで。よし、やってもうたな、マジか。まあ、オッケーオッケー。クロスボウのかかりが若干少ない。いつもりでいいな。オッケーオッケー。そう、三重子だね、これ。三重子だから。三重子。ハイスピ、ハイスピスケさん。まあでも三重子か。うん。基本的に三重子ですね。ガラゴエリ対戦の立ち回りは、基本的に後ろから攻撃ユニットを切っていって、高めのゴレを展開して、呪文を構えるっていう展開を作るのが一番いいな。そうすれば、敵もババ声で防衛しづらくなるし、三重子出しても呪文構える準備ができてるんだったら、ゴレ出してから攻撃ユニットと呪文で切る。なるほど、そうそう。まあ、ファイボー切ったな、お前。これで終わりだー。これで。おや？あ、いいね、そこタワーにちょうどかぶる。よいしょ。いいね、終わりだ。100点のためね。よしよし、あ、いや、おいしいおいしい、ケツゴレでいい。ケツゴレか、うん、ケツゴレかい。あ、なんなら折れたわ。いや、おいしいおいしい、タルバゴでいい。これは、よいしょ。で、た、オッケー。で、いらんなぁ。オッケー、コウモリ製造機、スパイシーがあるからコウモリ製造機。いいでしょ。エリちゃん、これ、ユニットの配置、俺さ、空のユニットの配置が難しくて、うん、基本的に敵の、ここだったらホバが当たらないように、例えばゴレとメガゴをちゃんと背中同士くっつけて出すとか、あーなるほどね。今ここのメガゴが敵のホバに抜かれたらだりーなーっていう時とか、この辺細かいとこだな。難しいんだよ。オッケー、これエリキ入んないでしょ。それユニットの配置が難しい。適当に、まあ、なんか来た時用に、うん、適当に切って、うん、オッケー、ダクネから、あ、オッケー、よし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 、はい、スピアレル、オッケー、オッケーオッケー。適当にメガを出して、ホバしかないからメガを出して、エビ出して、エビ出して、もう敵のオッケー、いや、いらんいらん、もう眺めてたら折れるかって、これ出して、よいしょ、ガスだけタイム入った、ガスだけタイム、これだよな、ガスだけタイム。これ、これが審判って言われるところってこういうの、どういうことなんだよ。なんか出すだけタイム入った時に、バラバラって感じだけど、そこまで持ってくのが大変なんだよ。割と大変だよ。そうそうそう。っていうことかな。よし、ありがとうございます。ありがとうございます。修行しましょう。修行しよう。オッケー。また、次のプロリーグまでに、もう、ゴレマスター。ゴレマスター。ゴレマスターって言われる。まあ、横に日本一のゴレ使いおるから。おや？いや、僕もそう思ってます。ああ、そう思ってます。ああ、そうです。ってことで。やばい。茶番やな。こうチャンネルにしばかれる。こうチャンネルにしばかれるで。なるほど。ってことで、こんな感じで、今日は動画は、今日の動画はこんな感じで終わりたいと思います。ということで、まあね、この動画を見て、ぜひ皆さん20勝、12勝か、今回は。結構ね、俺の動画とか、Twitter で、このデッキで12勝できたってコメント来て。マジで？うん、そう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 。じゃあ俺のオリジナルデッキって感じで出してくれ。痛い痛い。ダメダメダメ。いつもそれ。来季直伝じゃん。じゃあじゃあじゃあ、俺が教えたデッキを、うん、まあ俺の自作なんだけどなって言って、こいつ動画でボロッと言うから、違うんだよなぁって思って。違うじゃん。違うんだよ。それは違うじゃん。違うんだよ。まあまあ、そういうことで、まあ、まあ、来季ゴレ使ってみてください。ということで、今日はこの辺で終わります。お疲れ様でした。